皆さん、こんにちは。今回はフレックスのモビーディック SH タイプ1をレビューします。その前にモビーディックのラインナップを見てみましょう。これは今回紹介するスーパーロングをベース車にするモビーディック SH タイプ1。そしてこれはやはりスーパーロングをベース車にするモビーディック SH タイプ2です。 SH タイプ1は2列目にマルチモードシートを持つのに対し SH タイプ2はマルチモードシートは持たず、後部は広い横座りの対座ダイネットになっています。もう一つのベース車はハイエース標準ボディハイルーフです。これは標準ボディハイルーフをベース車にしたモビーディック NH タイプ1。そしてこちらが同じくハイエース標準ボディハイルーフをベース車にした NH タイプ2です。同様に NH タイプ1はマルチモードシートを持ち、 NH タイプ2では後部は広い横座り対座のダイネットになっています。そして最後にスーパーロングのワゴンであるコミューターをベース車にしたコムカンがあります。このレイアウトは2列目にマルチモードシートを持ち、後部は横座り対座ダイネット、最後部にギャレーが配置されています。それではモビーディック SH タイプ1を見ていきましょう。2列目にマルチモードシート、後部右側には広いキャビネットが配置されています。後部はキャビネットに向かってベンチシートが置かれています。インテリアは比較的シンプルで、メインの照明はバーライトになっています。おしゃれなスポットライトも設置されています。2列目シートは3名掛けで、全員が3点式シートベルトを着用できます。2列目のシートとベンチシートで L 字型のダイネットになります。シートを全てフラットにすると、大人2名と小さな子供2名が就寝できるベッドになります。後部だけでも大人2名が就寝できるほか、フラットなセカンドダイネットになります。左側のギャレーキャビネットは広い調理スペースがあります。左端には丸型のシンクと蛇口を設置、下には給排水タンクが収納されています。右端には40リッターの上開き式冷蔵庫を標準装備、電子レンジはオプションですがこの位置に収納されます。ギャレーキャビネットの中央には収納が用意されています。ギャレー上部にはオーバーヘッド収納を標準装備。大きな収納容量で食器や調理用具を収納しておけます。オプションで左サイドにもオーバーヘッド収納を追加できます。収納はこのほかベンチシートの最後部にも用意されています。ここにはオプションの FF ヒーターが設置されます。ベンチ下の収納へはリアゲートを開けて車外からもアクセスできます。ベンチシートの前部には引き出し収納を設置。エントランス横にはシューズボックスがあります。ベンチシートの前部には電装計を収納。1500ワット静電波インバーターや外部電源による充電器はオプションです。ソーラーシステムはオプションで設置可能。マックスファンベンチレーターもオプションで装備できます。照明のスイッチ類やインバーターの電源スイッチ、コンセント類はベンチシートの後部にあります。モビーディック SH タイプ1の車体サイズは全長 5380mm、幅 1880mm、全高 2285mm です。それでは、モビーディック SH タイプ1と似たレイアウトを持つモデルをピックアップしてみましょう。RV グランモービルのカーサツーリング。2列目の2脚の逆転シートが特徴です。工具はモビーディック SH タイプ1と同様、ギャレーキャビネットとベンチシートの構成ですが、左右が逆になっています。ベッド幅は家庭用のセミダブルベッドに相当します。40リッター上開き式の冷蔵庫が標準装備。ベッド下は大きな収納スペースになっています。 RV トラストのリラ。モビーディック SH タイプ1と似たレイアウトですが、リラには跳ね上げ式の上段ベッドがあります。フルベッド状態にすると5名が就寝できます。ギャレーキャビネットには40リッターの上開き式冷蔵庫を標準装備。車載用セパレートクーラーも標準装備されます。 DA プロダクトのスーパーロングバカンチェスモモ。工具はモビーディック SH タイプ1と同様、ギャレーキャビネットとベンチシートの構成ですが、左右が逆です。モモは充実した標準装備が特徴で、40リッター上開き式冷蔵庫や家庭用電子レンジが標準装備されます。また 2000W 制限波インバーターやソーラーシステムも標準装備されます。いかがでしたか？モビーディック SH タイプ1は2人での使用はもちろん、少人数のファミリーでの車中泊も可能です。シンプルな装備やレイアウトですが、必要十分なものが装備されています。完成車の在庫があり、即納できるのもメリットです。モビーディック SH タイプ1の仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。